はい、皆さんこんにちは、サルです。今回は庭用のですねウッドストーブを購入しました。富士見産業のフレームストーブという商品、これを開封レビューしていこうと思います。最近ねセリアに行った時にちょうど欲しかったカラビナキーフックっていうものも購入してきたので、まあ、これもね一緒にちょっと使いながら開封をしてレビューしようと思います。前から欲しかったんですけどね、売ってなかったんですね。ようやくなんか売ってたので、あ、よかったよかったと思って3つ買ってきましたね。はい、もうこれはね前からあるものなんで皆さんよくご存知かと思うんですけど、割とね磁力の強い磁石で、くっつくようになってるので、はい、金属だったらねどこにでも、固定できるので便利だなと思って購入しました。はい、今回ねちょっと風が強くてですね、ところどころのノイズが入るんですけどすいません。はい、でアマゾンから届いたこういう箱ですね。これ以前はですねホームセンターやキャンプ用品店で5000円から6000円程度、安いネット通販でも4000円ぐらいで売ってたので随分安くなったと思います。はい、もう新しい焚き火台に乾杯です。焚き火台、まあ、ウッドストーブですね。で、まあ、3500円とはいえね使い物にならなかったら本当にねお金捨てるようなもんなんですけど、フレームストーブ L ですね。こんな感じで組み立て式になってます。二次燃焼機構もしっかりありますよということで、はい、こんな感じのとてもしっかりしたメッシュケースがついてました。サイズは全部で4種類展開されてるんですけど、私が購入したのは2番目に小さいものです。サイズによって、まあ、薪の消費量とか火力とか、まあ、コンパクト性、携帯性とか、まあ、メリットデメリットがあるのでですね、用途に合わせて選ぶのが大事かと思います。そうなんですよ、なんかねよく中華とかでねなんか申し訳程度についでケースがありますけど、ああいうんじゃなくてですねとっても長く使えそうな丈夫なケースでしたね。なんかこうバンドックのね革製にしてよ、こういうフィールド2サミットの富士見産業にせよ、なんか日本の、後発のねそういうキャンプ道具作るメーカーが出しているものってなんかいいなっていうものが結構多くなってきたような気がしますね。はい、これが本体、一番大事な部分ですね。はい、割としっかりした作りで、まあ、オールステンレスでこのね隙間から空気が入っていくわけですよね。で登っていってこの穴から出てくるという感じで、煙をしっかりとね捕まえて全部燃やすっていういわゆる二次燃焼です。でこれが床になる部分ですよね。はい、これは違いますね、こっちから入れるんですね。はい、説明書をね読まずにやってるんですけどね、はい、説明書を読まないとできないようなね構造のものはねなるべく避けたいので、まあいろんな状況でね使えますので、まあ、直感でね組み立てれるものを好んで使ってる感じですね。はい、五徳もついてましたね。そうなんです、これもね割としっかりしてて割と大きなものもね上に置けそうな感じです。まあ、私の場合レンガの炉のね上に鉄筋の鍋を置くものがあるものであまり使わないんですけどね、こんな風に丸い、突起が2箇所ありまして、まあ、これも何かなと思ったらですね五徳がねくるくる回って落ちないように、固定するためのものなんですね。まあ、こういうのもね中華だとねよくそういう風に作ったんだなというのはあっても実際にはそうならないなんていうことがね、あるような気がするんですけど、まあ、全ての中華がってわけじゃないですけどね、まだまだこう出たばっかりの無名の中華だとね危ういなっていうのあるんですけど、まあ、国内のねメーカーはこういうのしっかりしてますね。本当にねいい作りだなと思います。
はい、これね、ソロストーブのキャンプファイヤーとほぼ同じサイズ、直径が17センチ、値段はね、けどね、片や3500円で片や13200円程度なので全然違いますね。はい、そうなんです。これ3リットルのね、ペンキ缶とものほぼ同じ、これだとね、いいですね。そうなんですよ。そうですね、あの小さいストーブはね、あの嫌なんです。やっぱりある程度の大きさが欲しかったんです。そうなんですね、あの灰を捨てるときがね、ちょっと今までみたいに単純にひっくり返せばいいわけじゃなくって、こう取り出さないといけないのがね、ちょっとやりにくいかもしれないなというふうに思ってます。まあその辺はね、使いながら確認をしていこうかなと思います。はい、これダイソーのね、人工芝を買ってきました。50センチ四方の、50センチ四方ですね、50センチ四方の、人工芝。いつもね、座るところがね、どうしてもね、芝があの減っちゃうので、人工芝を敷いておこうと思って購入してきました。便利ですね。あの、なるべくシンプルに使いたいと思ってるもんで、なるべくいらないものはね、あのついてても、まあ使わない主義なんでですね、そこを今確認してたんですね。はい、で早速ね、小枝を詰めていこうと思います。あ、カトラリーラックよりもですね、深くて広いからですね、まあ、ガンガン入りますね。この枝はね、たくさん裏の園地で拾ってきたものを庭にね、井桁状に積んで乾かしているのでよく燃えます。で分滝でね、着火しようと思います。広葉樹、針葉樹混ざってますけどね、まあその辺は適当です。はい、火が入りましたね。初火入れにまた乾杯です。やっぱね、二次燃焼ストーブは面白いですね。以前バンドックのボックスストーブを買った時もね、やっぱ新しいストーブってね、嬉しいじゃないですか。ね、感無量なんですけど、やっぱ二次燃焼はね、こう燃やしてくれるんですよね、煙を。まあそれがね、非常にやっぱりこういいですね。見ててね、こう楽しいですね。そうなんですよ。難しいことを考えなくてもですね、もう適当に突っ込んで適当に火をつけただけなんですけど、で皮膚希望とかね、使う必要もなくてですね、こうガンガンこう上昇、多分気流ができて、もう二次燃焼に近くなってくるんですね。これはね、賢いストーブだと思いましたね。コスト的にはね、とても3500円のものではないなぁという気はしました。なんですかね、ちょっとこう安売りをしてるんですかね、在庫がちょっと余ってるのか何なのか。これは素晴らしいな。これはよく燃えるな。これでも燃えそうやな。やばいな。そうなんですよね、本当にね、もうつまみを何かね、作ってちょっと一杯やろうかと思ってたんですけど、もうこの火の燃え方にね、夢中になってしまって、ちょっとしばらくね、もう感心しきりに感心してる部分が続きますので、ちょっとね、退屈な方は少し先にスキップしていただいたらいいかなと思います。この燃え方ですからね、本当にね、気持ちいいですよ。なんか燃えてますもんね。
完全ですよね。追い方が激しいぞ。これは素晴らしいな。ほんとね、なんでしょうね、ロケットストーブ並みですよね。この角度から見るとですね、上にバーッとこうね吹き出してるような感じの燃え方ですよね。はい、えげつないな。もうね、もう何とも言えないですよ、本当にこの燃え方は。煙がね、もう出てね、もう火が消えちゃうっていうのが一番やっぱ辛いんでですね、その逆ですね。いや、ほんとね、感心です、うん。試しにね、皮膚規模を使ってみたんですけどね、全く必要としない感じでしたね。このタイミングだとですね。なんかね、富士見産業っての調べてみたんですけど、自動車部品の製造をしてる会社らしいですね。45年ほど前に岡山県の倉敷にできたそうです。で、フィールドトゥーサミットってなんだろうって調べてちょっと笑っちゃいましたけどね。なんかホームページ見るとですね、社長さん、代表者の方のね、説明が載ってまして、なんかてっぺんを目指せみたいな、そんなこと書いてましたね。もうぜひね、キャンプ道具メーカーのてっぺんをね、目指してほしいと思います。このフレームストーブのね、感じだったらね、いけるんじゃないですかね。これは本当にソロストーブにも負けてないと思いますね。で、ちょっとね、松ぼっくりも燃やしてみようと思います。まあやったことある方ね、結構わかると思うんですけど、松ぼっくり燃える部分と燃えない部分があるんですよね。もうね、それが激燃えですね。はい、これまたね、気持ちいいですね。すごいぞ。そうなんですよ、松傘が開いてるね、部分ってね、空気もよく入って燃えるんですけど、ギュッと詰まってる部分ってなかなか燃えないじゃないですか、水分も多くて。あそこもね、完璧にね、煙を出させないんですよね。燃やすんですよね、高温でね。これすごいです。そうなんですよね。これ見てわかる通り白いね、まあ白いって水蒸気が白いんですけどね、バーッと出てますよね、まあ、煙ですね。あそこもね、全部燃やすんです。だから炎がね、弱くならないし、煙としてまあ可燃ガスにして燃やしてるのでね、水蒸気に負けてないんです。すごいな。もうこのフレーム、炎の勢いですよね。これね、庭キャンなんでね、私の場合はね、特にね、やっぱ煙を抑えるのはね、嬉しいんです。やっぱね、住宅地なんでね、煙出すっていうのはね、かなり近所に迷惑なんで。まあこれはね、もうこの時点で買ってよかったなぁと思いましたね。こう綺麗なね、筋ができますよね。まあ、本当に下から上がった空気が穴から出てきて燃えてるんですね。これはね、本当に構造がいいんだと思います。二重になってる部分のスペース容量とかですね、容積とかですね、あと上の穴のサイズとか間隔とか、まあ、そういうものがね、バッチリ合ってないとね、なかなか綺麗に燃えないと思うんですけど、まあ本当ね、素晴らしい技術だと思いますね。ちょっとね、ようやくね、落ち着いてきたというか、まあちょっと炎に夢中になってたんですけど、我を忘れてね、燃やしてたんですけど、ちょっとね、お腹が減ってきたことにもようやく気づきましたので、これはスルメ、これでダイソーで買ってきたやつですね。いろいろちょっとつまみ、
をね作りながらいっぱいやろうかなと思います。まあ、炭をねさっき火をつけたのでちょっとあの炎はねバンバン出るような状態じゃなくて炭火で少しずつねじわじわと温めながらね、料理していこうかなと思います。この網はねダイソーの網15センチだったかな、それぐらいの大きさですよね。はい、この網でねまあちょっとなんか焼いて食べるにはもうこれぐらいで十分ですね。一人なんでね。でこれは焼き鳥、日水のね冷凍のやつ、いつも冷凍庫に入れてるんですけど、はい、少しね炭火だったので炎がね欲しくなって今皮膚規模を使いました。皮膚規模を使うとねすぐにこんな感じで炎が立つ感じです。いいですね、もうほんとね楽しめますねこのストーブはね。まあこれはなんかアマゾンから届いた箱の中に入ってたねなんかいらない紙もねちょっともうついでに燃やしちゃいますけど、はい、庭焚き火するときによくYouTube 流したり、ボイシー聞いたりするんですけどね、なんか面白いですね。福さんのラジオを聞いてたんですけど、なんかねこう意外な側面が聞けたりして、 YouTube と違ってねボイシーだと見てなくていいので画面を、まあ、ラジオなんでね声だけ聞いてれば内容がわかるので、まあそんなのもねいいですね。でちょっとこうね甘いものが食べたくなったので、これ玉こん団子、こんにゃくで作る団子ですね。はい、どうしてもね焚き火しながら飲んでるともうついついねお腹いっぱいになってるのに焼いて食べたくなっちゃうものでなるべくね腹にたまらないもの、こういうものをねだと口だけが楽しめるのでよくこういう感じにします。なんかねもともとついてたなんか甘辛い醤油だれなんかもねスキレットで今回炒めて煮詰めていこうと思います。ちょっとまたね、炭じゃなくて炎にしたかったので薪をくべて、このスキレットはねダイソーのですね、なんか最近はあんま見ないんですけどね、前売ってた四角いやつですね。はい、自作のね皮膚希望も、絶賛ね活躍してくれております。はい、いいですね、炎がね立つとバーッとこう温度が上がるんでね、やっぱ炎は熱いですからね、炭火よりもね一気にこうね醤油だれが沸騰してこうねしっかりとこう絡んでくれます。いやなかなかね緊急事態宣言がね解除されてね、あちこちまあ行こうと思えば行けるようにようやくなってきたんですけどね、まあ、なかなかスタイルパッと変わらないですね。もう今この庭でやるのがねとってもこう、楽というかね、まあ、庭キャンの一番いいとこって荷造りして運んでそして持ち帰るというその手間がないでしょう。まあそれがねなんといってもね助かりますよね。何回かですね外をキャンプ場行ったりしたんですけどね、やっぱりねもうその都度ね、まあ、こんだけ荷物運ばんといかんのかなって正直ねちょっと億劫になっちゃいますよね。まあ、最近はね本当にすっかりね武将になっちゃってパッと庭でできるとねなかなかこうキャンプなんかをねまた行くのが億劫な感じなんですけど、まあ、そのうちねやっぱ眺めがいいしね外にも行こうとは思ってます。
よく燃えますね。もうね、気づいたら真っ暗になってましてね、何時間やってましたかね。まあ、ほんとね、楽しいのでね、あの時間が経つのを忘れてずっとやっちゃうんですよね。またあのバーボンをやってるんですけど、バーボンもね、ちょっとね、飲みすぎてね、久しぶりにね二日酔いみたいになっちゃったんですけどね。まあ気をつけないといけませんね。だいぶ寒くなってきたんでですね、飲みすぎてね、もう本当にヘベレケになってね、ここで寝ちゃうと。夜はね、かなり冷えますんでね、まあ、風邪ひいたり、風邪ぐらいで済めばいいんですけどね、本当ね、凍死することだってね、ありえますからね、皆さんお気をつけくださいっていう、私がね、一番気をつけないといけないんですけどね。はい。もうね、相当炭とかね、薪っていうか枝ですけどね、入れてますんでね、もうパンパンに詰まってるんですけどね。もうね、ちょっとこの辺りはね、カメラ回ってるんですけど、私ね、覚えてないんですよね。ちょっと飲みすぎてるんですね、これね。幸いカメラが回ってたんで画像があるんですけどね。この時はね、猫色さんの話を聞いてましたね。はい、ということでね、もう危なかったですね。皆さんもお気をつけください。